い、こんにちは。ですね、今日は今年も残りわずかということで、今年2019年買ってよかったキッチン用品を紹介したいと思います。参考になれば嬉しいです。まずご紹介するのがこちらになります。こちらは無印良品の竹のお箸で、10膳がセットになっていて450円になります。表面はウレタン塗装をされているということなんですが、でも本当に竹の素材そのものみたいな感じで、本当に質感がとても気持ちいい、持っていてとても使い心地のいいお箸になります。私はこのお箸を普通のお箸としてではなくて、菜箸代わりに料理にいつも使うようにしました。本当に竹そのものみたいな質感のお箸なので、割り箸みたいな感じでうどんとか麺類などツルツルしたものを掴む時にも本当に使いやすくて、料理をする時にも本当に便利です。今は午前だけ料理に使うように出していて、あとの午前は、来客用とか菜箸が古くなった時に変える用のために、こうやってテープで巻いて取っておいてあります。ちなみに無印良品ではこの同じ竹のお箸のもので、菜箸サイズのものも売られています。実は今まではこの菜箸サイズの30センチのものを使っていました。でずっとこちらを使ってたんですけど、炒め物をする時とかには油が跳ねなくて長いお箸を使うのはいいと思うんですけど、ちょっとした盛り付けをする時とかにはやっぱり普通のお箸のサイズの方が使いやすいので、今は基本的にはこの23センチの短いお箸の方を使うことが多いです。続いてご紹介する商品はこちらになります。こちらは無印良品の調理スプーンです。お値段が590円になります。こちらは結構SNS とかでも人気な商品なので、無印良品に行くと結構大きく調理スプーンが大量に売られているので、もしかしたらご存知の方も多いかもしれません。持ってみると意外に思ったよりも重みがあります。なのですごいしっかりした芯が入っているような感じで、しっかりしてはいるんですけども、端っこの方はしなやかな感じで少し曲がるので、例えばフライパンに残った汁などすくいたい時にもすごく便利です。お玉と木べらの中間みたいな立ち位置で、炒め物とか煮物とかいろいろ使えるんじゃないかなと思います。一つあると結構便利だと思うので、すごくおすすめの商品になります。続いてご紹介するのがこちらのオイル入れになります。こちらは私はホームセンターで880円で購入したんですけど、さっきアマゾンで調べてみたら671円で売られていたので、ぜひアマゾンで購入するのはおすすめします。やっぱりオイル入れで一番困るのが液漏れだと思うんですけど、この商品の場合はこの注ぎ口の反対側のところにちょっと見えにくいかもしれないんですけど穴が開いていて、もし液漏れしたとしてもこの蓋のところはちょっと坂道になっていて、この液漏れしたものがこの小さい穴に入って瓶の外側に流れたりしないような感じになっています。あとは注ぎ口が結構細いので、フライパンとかに油を注ぎたい時もちょっとずつ出るというのがすごくいいなと思いました。あと結構瓶自体が小ぶりなサイズなんですけど、普段私あんまり油を使用することも結構少ないので、これぐらいのサイズが逆に私には合っているなと思いました。はい、続いて紹介するのはボウルになります。これは本当に最近買ったものなんですけど、
すごく使ってみてよかったなと思うのでおすすめをさせていただきたいと思います。富士器物製作所というところのスリーウェイ水切りボールという商品になります。こちらは普通のボールに見えて実は片面に穴が開いているのでボールとしても使えてザルとしても使えるというとっても便利な商品になります。で、実は底の方にも工夫がされていてこんな感じで傾けられるようになっているんですね。なのでザルとして例えば野菜などの水切りをしたい時にはこのザルの穴の開いてる側に傾けて水につけたいなという時には穴が開いてない方に傾けることで、まあ、いろいろな使い方ができる感じになっています。はい、というわけで今日は、今年買ったキッチン用品のおすすめをご紹介させていただきました。ぜひ皆さんのおすすめもコメント欄などで教えていただけたら嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。